はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。岩手の学び希望基金給付金および奨学金の募集開始についてです。県では東日本大震災津波で親御さんを亡くされた子どもたちの暮らしと学びを支援するため、岩手の学び希望基金を設けて、国内外からの寄付をお願いし、またこの基金を活用した給付金事業と奨学金事業の準備を進めてきたところでありますが、今日から募集を開始します。岩手の学び希望基金は9月15日現在で2541件、約13億5500万円のご寄付のお申し出をいただいております。ご寄付いただいた皆様に改めて感謝を申し上げますとともに、子どもたちが自立するまで息の長いご支援を引き続きお願いいたします。また11月末までに申請していただければ、今年の4月分から11月分までの給付金、奨学金を年内に給付したいと考えておりますので、おります。そして、この奨学金などは返還不要で、あります。募集方法などについては県公式ホームページに掲載しますほか、児童相談所や学校、市町村などを通じて周知を図っていきますので、また報道各社のご協力も合わせてお願いをいたします。詳細については担当部局にお尋ねください。以上です。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は産経新聞の藤原支局長にお願いしておりますので、よろしくお願いします。おはようございます。産経新聞の藤原です。はい。ただいまの発表事項について質問がある者は社名を名乗ってからお願いいたします。NHK の橋本です。よろしくお願いはい。します。すごくいい取り組みだと思うのですが、この教育、やはり大事で、なかなかお金かけられないという家庭も多いと思うんですけれども、改めてこの教育に対する課題の認識とですね、あとせっかくですので、もう一言利用してほしいという呼びかけの知事のお声といいますか、一言お願いできませんでしょうか。はい。そもそもこの岩手県民計画でも、この安心して暮らせる、生き生きと働ける、そして楽しく学べるっていうことで、この学びっていう要素は、この暮らしや仕事と並んで3本の柱の一つとして位置づけておりました。特に21世紀高度情報化社会になってきますと、この生活していく上でも学びの要素が重要。それはさまざまな防災に関する情報とか、新型インフルエンザみたいな、そういう新しい感染症に対する情報とか、一生涯学びということが大事になってきますし、また働くっていうことに関係しても、世の中の変化が激しくなってきますので、その学びっていう要素が働くっていうことについても非常に重要。そういう意味では、21世紀高度情報化社会っていうのは、学びが全ての基本になるっていうところもあるわけでありまして、岩手県としては、県民が特にこの学びの真っ最中である子どもたちがきちんと学んで、未来を切り開いていくことができるっていうことを特に重視していたところに、今回のこの大災害が発生したわけであります。したがって、発災当初からこの学校の危機という状況をなんとか克服していかなければならないっていうことで、さまざま学校、また教育関係のこの被災者支援、復旧、復興というところに力を入れてきたわけでありますが、この岩手の学び希望基金というのは、全体を象徴するような事業でもありまして、一番困っている子どもたちに、本当に勉強をちゃんとやってほしい、そしてそこから自分の人生、幸福追求ということを立派に進めていってほしいという理念で、
県として、いち早く設けた基金であります。先ほど申し上げたように、国内外から多くの支援をすでにいただいているところでありますけれども、今の状態ではまだ足りませんので、ぜひこうさらにですね、ご支援、ご協力いただけるようお願いするものであります。本日は記者クラブを代表しての幹事社質問の用意がありませんので、各社から質問があれば、社務連を名ってよろしくお願いいたします。すみません、毎日新聞社の宮崎と申します。はい、おはようございます。県営住宅に入居されている被災者の方の件なんですけれども、他の仮設はもちろんなんですが、雇用促進とか、あと県の借り上げている賃貸マンションだと、無料期間が2年なんですけども、県営住宅だけ1年と、不公平じゃないかという声もあるんですが、それに関して知事のお考えを教えてください。そういう声は私のところにもさまざま届いておりまして、これは1年を超えてですね、2年とかですね、いられるように今調整しておりますので、そこは1年限りということではないようにしていきたいと思っています。すみません、1年を超えて2年というのは無料というか、家賃が無料の期間が2年になるようにという認識でいいでしょうか。基本はこの災害ということで、そこに入らざるを得なかったという意味で、他のさまざま仮設住宅に入ったりとか、仮設住宅とみなされる民間のところに入ったりとか、そういうのと比べて全然違うような扱いにはしないということです。河北新報の剣持です。おはようございます。はい、おはようございます。先週の金曜日にですね、仙台高裁で県議の成長費の返還訴訟の判決がありました。その際には知事から談話を出していただいたんですが、改めて判決文をご覧になって、この仙台高裁判決をどのように評価されているか、また今後の対応について、お聞かせください。お願いします。まだ判決文の精査中ですので、対応は決めていません。早く決めるようにしていきたいと思います。どっかご覧になった中で、この今感じた点と、なんか一言あればお願いしたいんですけれども。議会の議員の皆さんが、この議員さん同士でこのルールを決めたりで、またその範囲内で個々のこの政治活動の一環としてそういう調査を行っているということに対して、そこは県からの主張と裁判所の判断とでかなり違いがあるなという印象は受けています。ですから基本的には県としての主張を、こうどういう形で実現していくかという観点から、今精査しているというところであります。どうも、岩手日報の坂井です。おはようございます。おはようございます。今日から県議会の9月定例会がスタートということで、それで2期目のスタートとしては知事演説ということで、所信表明をされると思います。本格論戦がスタートということでですね、この9月定例会に臨むにあたっての知事のお気持ちというかですね、そこら辺をお聞かせ願いますか。はい、決算の議会でもありますので、県がやってきたことについてきちっとこう見ていただく。で、22年度決算ということに関しては、すでにこう災害も発生していますので、そういう意味では
この大震災の復興、被災者支援から復旧復興に向けて、県として取り組んできたことの振り返りつつ、また今後すでに県として策定してある計画をこうどう推進していくのかっていう、そういうことが県民のものになっていくような議会、大震災の災害そのものの、この全貌、被害の全貌、そしてそれに県をはじめみんながどう対応してきたかということについては非常に情報量が多いため、今でもさまざま報道でもこう検証作業みたいなことが行われていると承知していますけれども、県民でそういう情報を共有していくということが非常に大事だと思っております。そして過去のことも大事ですけれども、こう未来についても計画がどういうふうになっているのか、で今後どういうふうに進んでいくのかっていう、そういう情報をこう県民として共有することが大事だと思っていますので、そういう議会になってもらえればいいなと思います。あとですね、今日知事演説で所信表明ということですけど、この所信表明のポイントというかですね、どこのところにこれから、これからされるわけですけど、このどこをポイントに、どこをご自分の気持ちを込めて作られたかというのを教えていただけますか。この被災者支援から復旧復興というのは、これはもう必要に迫られて取り組むことではあるんですけれども、ただこれにしっかり取り組んでいくことで、被害を受けた皆さんはじめ県民全体として大災害を乗り越えて力強く暮らし、仕事、また学びにしても、あらゆる分野で、大震災を乗り越えて、前進していく、そういう状態を作ることができる、また作らなければならない。で、これは言い換えると、希望郷岩手の実現っていう、そういう県民計画の推進ということでもあるわけで、そこはこの志を高くして、積極的に前進していくべき、そういう今局面である、そういうことを伝えたいと思います。ありがとうございます。IBC 岩手放送の竹本と申します。おはようございます。明日から民主党の小沢元代表の裁判が始まるわけですけれども、県選出のその政治家の裁判を知事としてどのように見守るのか、またどのような結論をお望みになられているのかというのを聞かせていただけますでしょうか。私は特に証人として参加を求められたりとかはしていませんので、そういう形での関与は特にありません。結果に関してどのようなことを望まれるかというのはありますか。それは結果が出たらそれに対してコメントはしたいと思います。その結果がこの県に与える影響というのは何かこう感じられているところというのはありますでしょうか。岩手の持っているこの潜在的な力、そして岩手の持っている良さというものがちゃんと世の中全体に誤解されずに、岩手の中で行われているいいことについてはきちんとこういいこととして、世の中全体に認知されてほしいと思っています。ありがとうございます。3点お伺いさせてください。はい、1点目です。推計人口が先日発表されました。で、震災後1万3000人が減っているということでした。改めて知事としてはこのことをどのように受け止めていらっしゃるのか、それから、対策といってもなかなか難しいんですけれども、人口流出についてどのように取り組むかお願いします。一つはまず、犠牲者の数ということからすれば戦後最悪の大災害であったというこの東日本大震災津波 この悲惨さというものを改めて感じております。で、一方人口流出については、一言で言うと県外に、出られた方、震災被害、災害の被害を理由に県外に出られた方が約1500人くらいなんですが、
一方で、人口流出が去年の同じ期間に比べれば1500人くらい、縮小しているがゆえに全体としての人口流出は去年より少なくなってるんですね。まあ、ほぼ同じ数字ですけれども、でこれは私が知事になった翌年から3年連続で人口流出は縮小し、去年も基本的に縮小、去年というか今年も基本的に縮小をしており、でそれが大震災による人口流出を相殺したと、そのくらいのこの人口流出の縮小っていう成果が岩手の経済社会には起きているということでありますので、今後被災者支援から復旧復興ということがきちんと手当てされていけば、その基盤にある人口流出縮小のトレンドということがこう生きてきて、むしろ今後人口流出はさらなる縮小に向かうことが期待できますので、まあ、1990年代この岩手において働く場がきちっとこうあってですね、適切なさまざま政策がこうバランスよく行われていた頃には人口流出が線を切っていた時期もあり、まあ、それが98年以降どんどん人口流出がこう拡大していったっていうのが私が知事になって翌年からこう縮小に転じている、これを基本的に続けていきたいと思います。適切な財政政策と精力的な産業雇用政策をきちんとやっていけば人口流出は縮小できるということが実証されていると思いますので、この調子で頑張っていきたいと思います。2点目です。昨日の新聞報道でですね、メガソーラーに関する記事が載っていました。うんうん、で、まだ具体的なことは決まってないかもしれませんが、こう進捗状況ですとか、あとこうそれに対するこう知事のお考え、取り組みなどお話しできることがあればお願いします。県としてはまずこう向いている場所、どんなところがあるかっていうのを、まあ、検討を始めたっていうことで、たくさんあるんだと思っております。被災者支援復旧復興という流れの中で大事な要素だと思ってますので、県としてもしっかり取り組んでいきたいと思います。ソーラーに対する期待といいますか、その復興に、まあ、寄与する期待といいますか、そのあたりあればもう一言お願いします。県の復興計画のこう3項目に沿って言うと、まず安全という観点から、その安全なまちづくり、このまあ、自前の発電施設を持っているということでバックアップ効果があるということが一つ大きいと思っております。でそれから仕事の関係でも、その経済産業のこうそれ自体が雇用の場にもなりますし、またその生み出されたエネルギーがさまざまこの経済の方にも活用される、そういう可能性が広がりますので、そういったところで期待しているところです。ありがとうございます。最後です。今朝の報道にですね、湾口防波堤が、まあ、今年度内に着工するという趣旨の記事が載っていました。で、国の話なので、まだ県には降りてきてないと思うのですが、もし知事のお耳に入っていましたら、事実関係と、あともし期待などあればお願いします。釜石のケースでも、かなり津波の高さを低くして、でそれが被害を小さくし、また犠牲者を少なくしたということに貢献したというふうに理解していますので、ここはやっぱり復旧が必要だということを国の方にも訴えていましたので、できるだけ早く直してほしいと思っています。それではお疲れ様でした。以上をもちまして記者会見を終わります。